1924年に開催されたパリ五輪で初めて導入されその後は大会のたびに設置されるようになった選手村あれから100年を経たパリの選手村は食事や空調などさまざまな問題が取り沙汰されている同時に追放される選手が相次いだことでも選手村に焦点が当てられた写真フォロワー100万人超選手村抜け出し 五輪で追放された競泳女子のインフルエンサーって、この記事の写真を見る、一人はブラジルの競泳選手、アナカロリナ・ビエーラだ。いくつかの報道によれば、女子400メートル自由型リレーに出場した後、男子代表で自身の恋人である選手と許可なく選手村から外出、規律違反があったとしてブラジルのオリンピック委員会から追放処分を受けたというものだ。 まだ出場種目全てが終わったわけではなく 400m メドレーリレーに出場する可能性もあったという。もう一人は同じく競泳選手で、パラグアイのルアナ・アロンソ。女子 100m バタフライに出場して予選敗退後、チームメートらを応援せず、選手村を出て観光などをしていたことを理由に、同国のオリンピック委員会は帰国を命じたという。両人ともに反論しているため、 最終的に騒動がどのように収まるのかはわからない。東京五輪でも起きていた無断観光、剥奪。選手村から選手が追放される事象は、実は稀ではなく、これまでも時折起こってきた。2021年東京五輪では、ジョージアの柔道代表2名が追放となった。男子 66kg 級決勝で安倍一文に敗れた馬じゃマルグベラシビリ。 73kg 級決勝で大野将平に敗れたラシャシャフダとはしびリの2名の銀メダリストだ。試合を終えた2人は無断で選手村から外出し観光したことで東京五輪パラリンピック組織委員会が AD カード大会参加資格賞を剥奪。そのため競技会場や選手村に入れなくなった。自国のオリンピック委員会からの処分ではなく組織委員会からだったのは コロナによる行動規則の影響があったからだ選手村の外で飲酒朝帰りして追放処分2016年のリオデジャネイロ五輪ではオランダの体操代表選手が追放となった男子のユーリ・ファンヘルダーで選手村を離れ市内にのみに出かけ翌早朝に戻ったことが重大な規律違反であるとして追放処分となったファンヘルダーにとって リオは33歳で初めて掴んだオリンピックの舞台だった。しかも予選を終えて、釣り輪での決勝進出を決め、試合を控えている中での行動だ。せっかく得た機会を、自ら失ってしまった。ただ、ジョージアの柔道家2名、マルグベラシビリは今年の世界選手権で3位となりシャフダ・トゥアシビリもパリゴリンに出場したように、 大体はその後の選手生活に大きな影響を及ぼすような処分が下されることはないようだ。